皆さんこんにちは。今日はちょっと寒いのでしゃぶしゃぶが食べたくなりましたので作ってみたいと思います。お鍋の作り方っていうのは一緒なんですけども、使うお鍋がいいと食材からアクが一切出ませんから、一つ一つがめちゃくちゃ美味しくなるんです。お肉にアクが出ないってめちゃくちゃびっくりなんですけども、そこが一味違うところになりますので、最高のお鍋でしゃぶしゃぶをするとどうなるかちょっと注目ですよ。材料を切っていく前にテーブルにお鍋をセットして、この昆布を入れておきましょう。はい、ということでその間にお野菜が切れました。今日はこんなラインナップでいきたいと思います。もうこれだけで美味しそう。お鍋から蒸気上がってきたら、じゃーん、昆布がいい感じにふやけております。これで OK です。こうなったらお野菜から入れていきましょう。白菜とかちょっと硬いですからね。白ネギも絶対うまい。さあ、こんな感じで材料たちが入ったら蓋をして、このまま沸騰を待ちましょう。さあ、お鍋が沸騰してきましたので、これで、くわー、美味しそうだ。昆布ちゃんありがとう。しゃぶしゃぶしてもアクが出ない、しゃぶしゃぶしてもアクが出ない。ちょっと多めに入れても、こんなにお肉をしゃぶしゃぶしたんですが、見てください、この澄み渡るお汁。お肉の旨味はこの中に、そしてしゃぶしゃぶのお鍋はアク一つありませんから、野菜一つ一つがすごく美味しいんですよ。ロイヤルクイーンのお鍋でやりましたら、肉だけじゃなくて野菜も主役のしゃぶしゃぶになりますので、栄養バランスもバッチリ、家族みんなで美味しく健康にお鍋をつついてみてください。あ、白菜も甘い。アクが出ないっていうことは、お肉の旨味がお出汁の中に逃げちゃっておりませんから、肉がものすごいプルッとするんですよね。安いものでもこれいくらお肉っていうぐらい美味しくなりますし、ちょっといいお肉使ったらそこは天国。お店で食べるより絶対美味しくなりますからね。お家で皆さんもしゃぶしゃぶしてみてください。動画をご覧いただきましてありがとうございます。面白かった、ためになった、もっと頑張れって思ってくださった方は、これからますます頑張りますので、右下の赤いチャンネル登録ボタンを押してください。よろしくお願いします。